ちょっとね、心臓に病気があるんで、お薬なんですけど、お薬飲みながら。そうそうそう、上手だね。上手だね。そうそう。ちょっとね、目も今ちょっと見えづらくなってきてるかなっていう感じではあるんですけど、まだ元気です。元気ですね。お散歩も走って。すごいね。元気だね、それ上手だね。よかった、まるちゃんも触ってあげてね。お名前はももたくん、漢字ですか？まあ、そうです、ももたろうのももに、こだわりはないですけど、ももたろうから、ももたろうから、触って大丈夫なんですか？あ、全然、もうこの子は噛んだりとか大丈夫？全くしないです。全くしない。この子は本当に、この子は本当にどんな子ですか？マイペースで、マイペース、どこに行っても、何動じないです。動じない。もう尻尾がもう下がることがない。嬉しい。可愛いな、綺麗に、まあ、トリミングしてもらって。ね。またシズいっぱいいますけど、ね。本当に。でもやっぱ顔は違いますよね、全然。違いますね。ね、あらか。うんと、シワが少ないのかな。なんかあんまり鼻ぺちゃじゃない感じがして。イケメンやもんな。ももたくんはどういうワンちゃんだったんですか？もう変わらないです。ずっとこんな感じで誰とでも仲良くなれるし、でもこんなちっちゃい子なのに、小児くんぐらい大きいワンちゃんともすごい仲良くできるし、教育係でしたね。すごい。新しい子が来たら自分から寄ってってあげて、ここに入れてあげる。喧嘩を止めようとします。そうそう、大丈夫って言ってますね。そう、なんかね、揉め事があったら間に割って入って止める、勇敢な子です。すごいですね、桃田君。本当に人に対しても犬に対しても大人やね。何歳ぐらいなんですか？3、4歳。推定、この子も迷子の子なんで推定なんですけど、今4歳ぐらいかなっていう感じです。迷子っていうと、迷子になって保健所かどっか行って、この子の場合は西条の山で迷子になってたところを第三者の方が保護してくださって、で私たちに連絡くださって私たちが保護したっていう形になるんで、完全にお山の草とかいっぱいあって、他に野良犬がいるようなところにいたので、この子は。そうだったんですか。雨にびしょびしょになっていて、この子ももたくん、前保護してたくーたくんだよ、前の。そう、くーたくんね、お名前新しくつけてもらった。くーたくんやったね。そうなんです、ももたくんになったね。対策してもらって、ね、僕の話です。お父さんべったりやな。お父さん大好き。毛がめっちゃついてた。コジの毛がね。よかったね。ね。どうしてももたくんもらおうと思ったんですか？まあ、母と二人で、まあ、母が、まあ、寂しいっていう。じゃあ、はい、買おうか、買いたいんで。そしたら保護犬探そう。はい。いろいろ調べて。はい。保護犬に行ったんですね。そうですね。どうしてですか？まあ、やっぱりテレビとかで保護犬のやってるじゃないですか。やっぱり存在は知って。そうですね。実際お家に来てみて変わりました？ご家族の皆さん。もう母が散歩行って、もうみんなが元気になった。よかった。ももたくんも幸せかな。そうかな。ねー。まあ、出かけるのが好きで。車でもこうやって。何ですか？車でもお出かけするんですか？車が好きで。車が好き。だから前も絶対買われてたと思うんですよね。完全に建物のところ完全に来てるんですけど、お家の様子ですね。大丈夫大丈夫大丈夫。
かけかな。そうですね、出るのが好きでも待ってもすぐに飛び出して。危なくないですか。大丈夫よ大丈夫、もう本当直線に見えないぐらい車に一目散というか、そうですね、助手席に行きましたかすごいですね。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は NPO 法人ウィッシュミーラックのふれあいイベントで出会ったたくさんのワンちゃんとともにお送りします。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。松山市空港通りの熱トヨタ愛媛ダンダンパーク、かっこいい車がいっぱい。車やバイクに関する展示も興味深い。イベントスペースで行われた動物のために私たちができること、愛媛の保護犬について勉強、もちろん保護犬ちゃんたちも来ています。お名前は大城くんです。大城くん、なんか名字みたいなのひらがなで、どうしてこの名前になったかわいい。私はボランティアでちょっと来ているので。あ、そうなんですね、はい。大城くん、なんて呼んでるんですか。おーちゃんです。おーちゃん、おーちゃん、今日は主役かな。おーちゃん、おーちゃん、緊張している。コージさんが中入ってます。コージさんは、どうも、もしゃもしゃもしゃ、ちょっと王さんの尻尾が入ってそれでちょっと具体的なね、ハッシュブースについてご覧いただきたいと思います。今年の目標として、こう大人の方への教育っていうと啓発活動をしたいなって思って、でこれは本当に大人の方がこうに聞いてほしい内容、動物保護の現状ってこうですよって、こういう現状を踏まえて今こういうふうに取り組んでますよとかっていうのを今今回お話しさせていただいてます。どんなことを知って帰ってほしいですか。ですね、やっぱり保護犬の魅力を一番知ってほしいなって、やっぱ保護犬を迎えるっていう選択肢がペットショップだったりとかブリーダーっていうような同じようなラインに、こう今回のお話を聞いて、私でも保護犬迎えれるかもとか、保護犬ってこんな可愛いんだなっていうのを知ってもらえたら嬉しいなと思います。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。
散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。コジ君は今3歳で19キロあります。もともとは野犬として子犬の頃に保護されて、2歳半まで愛護センターで生活していました。そこで体が大きくてね、少しシャイな性格なのでなかなかご縁が見つからず、今年の3月に当団体にやってきてくれました。体の大きさからは想像できないほどめちゃくちゃ甘えん坊な男の子で、ハグや抱っこがすごく大好きです。大きい音がね、少し苦手っていうこともあって今少しドキドキして緊張していたんですけれども、コジ君の社会化のためにね、今日は一緒に頑張っていきたいと思います。お願いします。続いて大城君です。この前の中型の黒い男の子です。めちゃくちゃ愛嬌のある顔をしているんですけれども、この子は推定10歳以上と言われているシニアのワンちゃんです。体重は7キロほどあります。愛称はおーちゃんって言います。なので皆さんおーちゃんって呼んであげてください。おーちゃんはお座りっていう指示をね、もともと知っているっていうことだったり、まあ、もっと人に対してね、とってもフレンドリーっていうことから、おそらく人に飼われていたのではないかなと推測できます。撫でられることがすごく大好きなので、ぜひね、最後の触れ合いではまた撫でていただけると嬉しいと思います。続いてね、一番小さいアルト君、お腹で抱っこしている白い男の子ですね。この子はマルチーズという犬種で14歳です。耳はもうね、全く聞こえていません。そして心臓病も持ってます。なので毎日朝夕の投薬が必要です。彼は一般の方から引き取りました。マルチーズという犬種で小型犬ですが、分離不安という人がいなくなると不安になって吠えてしまうということや、心臓病、シニアという要因が重なり、なかなかご縁が見つかっていないという状況です。次にね、先日トリミングをしてすっきりした、あ、ごめんなさい、これアルト君ですね。すっきりしたソータ君、今のお写真からね、おとといトリミングしてすっきりしました。この子は6歳です。で、体重は5キロちょっとあります。彼は飼い主様の急死により一般の方から引き取りました。警戒心が強く臆病な性格なため、初めましての人とのコミュニケーションがうまく取れず、現在初対面の方との触れ合いを練習中です。しかし信頼できると思った人に対してはゴローンとね、すぐにお腹を見せて甘えてくれて、とっても甘えん坊な性格です。まだフレンドリーにね、撫でて触れ合いっていうのはまだ難しいんですけれども、人は怖くないよ、喧嘩する相手ではないっていうのをね、知ってもらうために、本日は一緒に頑張りますので、温かく見守っていただけると嬉しいなと思います。そしてね、最後が丸尾くんです。真ん中のもモフモフな男の子ですね。この子は、つい1週間ほど前に保護したばかりのワンちゃんです。すごくね、連れてこようか迷ったんですけれども、まあ、慎重に性格を見ていくと結構人は大好きで、でもちょっとシャイなところがあるので、ここでちょっと人との社会化をさせてあげたいなと思って連れてきました。なのでちょっと今日はまだ様子見な男の子です。大和動物病院も猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫ワン。
松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。今日はNPO 法人ウィッシュミーラックのイベント、動物のために私たちができることにお邪魔しています。グッズもいろいろあるね。今日何かお持ちいただいたということです。これは何ですか？これは、私の自宅サロンで、募金をお客様に入れていただくようにお声かけしてるんですけど、一人の方がこれだけの量の募金を持ってきてくださったので、今日箱に入りきらなかったので、本当にたくさんの募金をいただきすごいこれはすごいですね、本当に。これどういうお気持ちでされてるんですか、募金活動って。もともとワンちゃんが好きっていうのもあるんですけど、娘が、将来保護犬の活動をしたいっていうちょっと気持ちがあって、一度、ウィッシュミーラックさんのところに、足を運ばせていただいて、活動のことだったり娘の質問だったり答えていただいたのがきっかけで、はい。将来有望ですね。そうですね、もう本当に今からね、いろいろしたいって言ってね、頑張ってくれてるんで、ぜひね、将来は何か、ね、保護犬のためにしてくれると嬉しいなと。何がしたいですか？保護犬を預かって保護犬のカフェ開く。おお、すごい、楽しみにしてるね。ぜひね。じゃあ3人で、はい、感じ。サロンってどちらのサロンですか？そちらのサロンですか？私が助産師なんですけど。助産師のサロン。はい、お母さんとか赤ちゃんが、まあね、リラックスして過ごせるスペースをちょっと助産師活動として、何か私たちは問題行動改善に向けたトレーニングによって、お互いが穏やかに過ごせるように人と生活するためのサポートを行ってから譲渡するため、飼育放棄のワンちゃんを一つの基準として決めています。あ、上手上手上手、ありがとうさんです。グッドです。じゃあ次、おかわり、反対の右手ですね。おかわりいけるかな。いけたかな。こんなたまたまやってて、あ、そうなんです。たまたまなんですか？あ、たまたまです。私、車の方に行っててやってるのみたいな。いつ頃から来られてたんですか？1時間くらい前からですかね。あ、そうなんや、はい。こんにちは、2回目です。
回目ですよ。今日ちょっと参加されてみてどうでした？たまたまですけど。楽しかった。なんか知らなかったこととかってありますか？知らなかったことはないです。あんまりはないですね。結構私もその犬のこととか普段日頃飼ってるんで、はい、こう調べたりとかもしてるので、はい。なんでちょっとでも役に立ちたいなと思ってこんなステッカーも買っちゃいました。あ、よかった。かわいいですよね。めっちゃかわいい。どこに貼りますか？これなんかノート、ノートにーノートに貼ります。今日はありがとうございます。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。今日は松山市空港通りの熱豊田愛媛ダンダンパークで行われたイベントの模様をお送りしています。最も多いのは野犬です。野犬が一番多いです。その他には迷子です。迷子に関しては飼われていたけど意図的に捨てられて迷子になってしまった子、本当に迷子になってしまっているのに飼い主さんが帰ってくるだろうと思い込んで探してもらえない子など、連絡をせず放置の方も少なくないようです。迷子になる理由の一つに雷などの大きな音に驚いてお家を飛び出してしまうっていうこともよくあります。今年の夏は各地で花火大会が開催されると思いますので、もし、ね、ペットを飼われている方いらっしゃいましたら、ちゃんとその日は、ね、特別に注意して見てあげてください。離れて暮らしている親が施設に入ることになったが、自分自身もペットを飼える環境ではなくって、お世話する人がいなくて困っているっていうことだったりとか、近所の一人暮らしの方が急に他界されて、その方の親族も全くお世話する気がなくて困っているというふうに、第三者の、ね、飼っていない方から、飼育を供したいというふうにお問い合わせをいただくことが多くなってきています。元気だね、上手だね。よかった、まるちゃんも触ってあげてね。でしたが、本当たくさんの方来てくださって思ったよりも良かったです。良かったですね。保健たちもすごい頑張ってくれて、結構イベント初めての子もいたんですけど、本当に良かったです。何事も今日はどんなことを感じてもらったなってご自身で思ってますか？そうですね、結構お子さんも来てくださって、なんかやっぱ今お話しするとやっぱ意外と知らないことが多かったっていうのをおっしゃってくださったんで、新しいこと知ってくださるいい機会になったんじゃないかなと、こうやって実際に保護犬とも触れ合ってもらって、保護犬の可愛さだったりとか、保護犬のトレーニングしたら一緒に住めるんだよとか、そういうのもここで知ってもらえたんじゃないかなと思います。活動を始めてまだね、愛媛でまだまだお時間これからですけれども、そうです、ね、これからやりたいこととか夢とか抱負とか。そうですね、一番近い、夢で言うと、今ちょっとね狭い場所でやってるんで、ちょっとでももうちょっと広い場所
に行けて、でもっと広い場所に行って、保護犬の収容スペースというか生活スペースが確保できたら、もっとたくさんワンちゃん保護できると思うんで、まずはそこを一番の目標としてやっていって、で、まあ、引き続きちょっと啓発活動、教育活動はもっともっといろんな場所でやっていけたらなと思ってます。テレビをご覧の方に何かメッセージがあればどうぞ、はいはい、いっぱいあると思います。まあ、私たちだけじゃなく本当にいろんな団体さんだったりとか、あとは他のボランティアさんだったりとか、本当にたくさんの方が今こういう、まあ、いろんな形でボランティアっていう形でもそうですし、お仕事としてもそうですし、動物保護に関わってくださってる方がたくさんいるので、まあ、一般の方にもこういう現実があるっていうことをしてもらって、もっともっとそれをたくさんの人に伝えてもらって、で少しでも皆さんのできる形で何かご支援していただけることがあれば、私たちはすごく嬉しいです。よろしくお願いします。今ひくひくって笑ってくれた、ありがとうございます。ありがとうございます。猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。